イクミンです。お弁当作ります。今日はですね、麻婆豆腐でございます。というのはですね、あのお弁当箱を新しくゲットしまして、リーマンパパの実はですね、あのお丼物をご飯トロトロなんだけれども、食べる時にご飯にかけて食べたいなみたいなメニューの時にエビチリとかね、なんかほんのちょこっとずつっていうよりも単品で作る時、丼物ですよねの時にね、お弁当箱どうしようかなと思ってたんです。でね、何日も悩んでアマゾンで でね、ゲットしたのがこれでございます。これウェットしたと分かれる。でね、来てみたんですよ。でね、大きいのもあったんですけど、ちょっとその中でもお安いのを頼んでしまって、でもうちょっと容量の大きいのあったんですけど、まあ丼だからこのぐらいで足りるだろうと思って、この中に麻婆を入れて、ここに入れるとご飯がパパタン、あ、おはようございます。おはようございますね、はい、最近リーマンパパのおはようございます。私がリーマンパパがすいません、画面に出られないもんですから、私がリーマンパパの挨拶の仕方を真似してるんですけど、おはようございます。おはようございます。そこは隠してないです。はい、ニューヨーク行ってらっしゃい。ニューヨーク、さすがに。でね、これちょっとリーマンパパあたりにこれでもいいって言うんだけど、なんたってね、でもおにぎり作ればお昼これでいいかと思いながら、でも麻婆豆腐とかカレーってすごい食べ、あ、味噌汁の、はい、かつお節お味噌汁食べるので、ちょっと悩むところでございます。お味噌汁はね、あ、やっぱこれ今日暑いわ、子供たち大丈夫かな、カメラの下でボワーっとその冷風機がちょっと強めますね。今ね、リーマンパパがお散歩行ってくれて、ちょっとね、朝起きた私昨日早く寝させてもらったんですよ。子供たちが元気でご飯もいっぱい食べたので、そしたらね、もちろん子供たちの声が聞こえるところに寝てるんですけど、朝起きたら昨日取り込んだ洗濯物は畳んであるわ、もう私がお料理しやすいようにセッティングしてあるわ、もうどうしましょうっていうぐらいで、子供たちもお散歩連れてってくれて、もう助かるわ。パパありがとうって聞こえてないけどいいね。お風呂入っちゃったね。はい、ということで、悩むとこなんですよ。これはこれでちょっとの時のこれでね、なぜかというとお汁がもらないっていうのがね、ちょっと売りだったのでね、で温かいまんまいいですよね、これね。え、なんか今私ね、でもね、手袋はめてるんですけど、昨日ね、手袋はめないであったここがね、あんまり強く締めるとなんかこのねじるのがね、やっぱり私はですよ、個人の感想、60過ぎてちょっとね、苦手になってきたので、これですね、スナップはね、このスナップはちょっとダメだから、便利グッズではなくて、でダメだから鍛えるっていうのもちょっとね、やっていかなきゃいけないなと思って、なので今日はこれかな。だってね、今ご飯をねこれに入れてるんですよ。ほんとおかず入れなんですけど、そうするとね、まあ多めに1杯2杯入るんですよ。でも入るか、それでやっぱりね、やっぱり悩んでる場合じゃないんですけどね、時間がちょっと違いますよね。これに麻婆入れると、これ麻婆入れると違いますよね。これに入れよう、どれ、匂いが、で本当はここ、あ、大丈夫、パパちゃんと消毒してくれて、ここは本当おかずなんですけど、あ、違う、ここはご飯なんですけど、ご飯なんですけど、うちはおかずを入れます。ちょっとややこしいですね。でこれはおかずなんですけど、ご飯入れます。すいません、今日ね、表の明かりがすっごくって、今ちょっとこっち側に降ってるんですけれど、これリボンに見えるというタオルもしてるんです。ココちゃん、そっち行きたいの。はい、どうぞ。はい、開いてるよ、どうぞ。開いてるよ。パパの方行きたいの。閉まってるとなると、
あれちょっと空気の流れが違うぞって、あわんこなんですけどね、初めて見る方すみません、老犬がいまして、はい、あの今ね朝のお散歩から帰ってきて、カメラのスタンドを置いたりとかするとちょっと様子が違うぞっていうんでね、部屋中をね散策に回るんですね、散策中でございます。じゃあこれにしました、はい、それでこれに何入れるかだね、まあちょっと考えましょう。あでもこれにお味噌汁を入れたっていう風にすれば一口飲めるか、お味噌汁いってみる。これ本当は汁物の入れるやつなんですよ、それはねいつもね、あの副菜入れてるので、これにがっつりというよりも青さなんで、海の青さに空の青ということで、はい、じゃあこれにお味噌汁入れましょう。そしてこれにご飯ね、じゃあデスモトリ行きます。ねえパパ、あ、出汁が出たかな、パパ大丈夫かしら、自分で青汁作ったの、もう何でもね、ここ2日間何でもやってくれるんですよ、大丈夫パパ。じゃあこれは違う時にね、ちょっとしたあの麺とかね、麺、はい、これはこれで、あ、でもスープ類でなんかスープを入れてお丼物なんだけど、ここに薬味を入れるとかね、あ、なるほど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 ですね。それでは、お豆腐をですね、湯がいてきます。で、私のですね、よくしゃべる私のですね、麻婆豆腐は陳健さんのレシピをあのリーマンパパが気に入っておりますので、それにあのチンケンさんのすいません、あの師匠のあの甜麺醤をパパは少ない方がいいということで、で大さじ何杯って言いながら大さじこれで測ってるし、私割合でなんとなくこんな感じかな。で今日はリーマンパパ用なのですんごい辛く作ってあります。でね、私がね一味って書いてあったけど柚子七味入れました、はい、でラー油がないので豆板醤をちょっと多めに入れて、で甜麺醤を甜麺醤を少なくしてお醤油をその分ちょっと足しました。あと花醤とかなんかその書いてあるやつがまだスーパーに売ってますからね。で水溶き片栗粉とね、はい、それでもうお豆腐を湯がいて炒めるだけでございます。今日はね、あ、簡単っていうか手抜きというか、なんか暗いね、こっちが明るい時に、あ、おだしおだし、いやーリーマンパパ何でもやってくれるからちょっと大丈夫銀座のワシタショップ、沖縄アンテナショップに行った時にこの青さを買ったらめちゃめちゃ美味しかった。私もともと青さのお味噌汁って大好きなんですよ。あ、これお豆腐、あ、でもお豆腐まで入れちゃうとまたこれに入んなくなる。お豆腐あったな、お豆腐、お豆腐、あ、お豆腐でも一口だけでも入れてあげようか。お豆腐、あ、でもちょっと入んないな、ちょっと入んない。卵、あ、もうちょっとこのくらいにしとこうか。じゃあ今日は麻婆豆腐ということで、でこれはお味噌汁、あ、お味噌汁ね、あの八百幸さんで本当オリジナルとかもう今まで見たことない調味料がたくさんあってめちゃくちゃ楽しくて、であのいくつかね、あの新しいものをいつも使ってるメーカーさんじゃないものをね、エンドウ豆の味噌ってあったんですよ。これもう嬉しくなっちゃってちょっとゲットしてきました。信州甘口と沖縄の信州と、これあ絶対合うと思う。これでいきます。でできていて、ネギを刻んでお豆腐を湯がくと、よし行くぞそうそう奥様、それでねこれゲットしたの、あのシンクのところに入れて合わせておく。でね、これねボウルであの葉物、小松菜とかほうれん草とかひっくり返したりああしたりこうしたりとか言って洗っていて、であのここ本当にあのシンクがそんなに大きい方ではなくって、私が洗いおけを置いちゃって、で洗いおけと食べ物を洗うものはちょっとやっぱり別にしたいんですね。そうするとなんかこういつもねなんかあの大きいボウルなんですけど、
あたふたしておりまして、これ見つけまして、で、ね、これにもねいろいろ金額があったんですけど一番安いの買いました。たまたまね、そうそう、アマゾンで、もう10分喋ってるアマゾンで私が開くとピンクに特化したものがバーって出てくる。これちょっと変わったんじゃないかしら。私が買う傾向のやつをおすすめしてくれ、もうねピンクのキッチン用品がバーって出てくるので、今までピンクキッチンとか言って検索してたんですけど、その中にこれがあって、でこれタウンセルだったのかな、何百円かで買ったんですけど、これがねこのまんまぬか漬けのきゅうりは配慮は、それで洗ったここにいつもあのボールを置いといて洗ったものをそこに溜めてたんですけども、洗ってもうここに置いとける、流しのところに置いとけるっていうの、これすんごい活用してます。だけど今日はネギぐらいなのでちょっと、あでも一応置いとこうか、で一回使ったら洗って、もちろんこっちにねカビないようにこうやって洗ってやってます。ぴったり入りました。ちょっとあの下にこんな感じです。はい、便利でございます。それではお豆腐湯がきましょうね。でね、今日ねぬか漬けの古漬けをね炒めたいんですけど、ちょっとパパのを優先して、よいしょ、さすがに麻婆豆腐の時はあのお豆腐切るんですよ当たり前だっちゅうのいつもお豆腐一丁とかあんので、こっちが一緒ってことは向こうが一緒って信じている。そしてでもちょっと大きめにしとこっか、小さい方がいい、こことここと大きめにしとこう、3つでね崩れにくいっていうんでね、一回湯がくんです、塩湯で。ここはこうしとこうか。木綿なんですけども、ちょっと木綿って言っても最近の木綿柔らかいので、塩、あとこっちの粗打ちを使いたかった、ちょっと塩で湯がきます。ほんのちょっとなんですけどね、よいしょ、はい。そしてネギを刻んだと炒めるだけ。じゃあお味噌汁どんな味がするんだろう。これもうね料理し始めたからスーパー行くのが楽しみで、新しいもの見つけるのが。甘口って書いてある。あ、なんかすごい柔らかいんだけど、これお味噌汁にいいんだろうか。ちょっとどのくらい柔らかいか、ほら柔らかいですよね。これあ、これお味噌汁用じゃないの、何に使うの。酵母が生きています。大豆使っていないお味噌、大豆アレルギーのアレルゲンフリーっていうのはね、ちょっとね唐辛子っぽい感じがしたんだけど、エンドウ豆ってなんかパパ唐辛子好きだから、青さとなんかね、あのお味噌の発酵だけじゃなくって、このまんまなんかちょっと唐辛子が入ってそうな、やっぱり柔らかいよね。ちょっとこのぐらいにしとこうか。おすっごく美味しいんですけど、お味噌汁のちょっとイメージと違ったので今あの、ほんとパパが何でもやってくれて、私あれあれお玉が1個、カレー用のお玉、あれお玉パパ笑ってばいい、いやいやいや、ちょっとどれどれ、今日はカツオだしです。すごく薄いけど、ちょっといつもの分量入れてみるか。
か、なんか暗い。なんでだ。湯気でね、ボー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 、ちょっとこれ画面が揺れてる。どれと同じ？でも青さ入れたら何でもしてもけど、青さの香りがなんか、でもすごい塩気が効いてたので、青塩塩塩塩塩塩、塩塩塩塩塩塩。これに合わせれたらちょっとこのぐらい薄い方がいいんだけど、でも塩気が効いてて、すいません、ショート、あの塩気が効いてるので、あのね、びっくりするぐらい、ちょっといい、今火止めてるか、画面でわかるかな、なんかいつもよりね、なんかめっちゃ 薄め。あれ、なんか電気、あ、ここがついてない、キッチンの電気がついてないかもしれない、キッチン、ほらキッチンの電気がついてなかった、やだ、もう何分回してるの、皆さんすみません、こんな感じ、なんか薄い感じがするけど、私これで十分で、必ずお味噌ブレンドするんですけど、ちょっとパンチのよし、これでもうお豆腐は OK、 お豆腐は OK、 よっしゃ、お豆腐 OK、 そして、あ、ブレンドするって言った、青さとネギでどうしようかな、いつも使ってるのはこれのシリーズなんですけど、これの濃いの、これが濃いのと薄いのと、これのシリーズがね、麦八丁味噌、これとお土産で買ってきてもう一つの食べちゃったんですよ。で、和え物用に白味噌なんですけど、今日はこの種類があるので、この種類をちょっと入れてみようか、ほんのちょっとね、パンチが効いたと思うので、OK でーす。OK でーす。ココちゃんがホジホジしてまーす。今日も元気でーす。はい、それではお味噌は終わり。あとは麻婆を作って入れるだけ。でね、麻婆の上にね、ちょっと青菜をね、あのなんか入れようと思って、あの買い物をね、頼み忘れました。今日はこれだけしかないので、あ、でもネギの青いのもあるか。ちょっと味噌しまっちゃいます。もうワクワクするね、こういう新しいものって、嬉しいわ。でもしっかりね、使い切っておりますので、麻婆なので、もうそれだけでいこう。今日は実はね、冷蔵庫がね、空っぽになりつつ、昨日買ったのは豆腐で、あとぬか漬け用の野菜。それではこれに青さを入れて、でも青さ水で戻すって書いてあった、そうだそうだ、忘れてた、そう、水で戻す、青さ、こんな感じ。この沖縄のこれが気に入ってるんですよ、青さいろいろあるけれど、これに出会ってから、あ、ちゃんと2つになっている。あ、でも何グラム飲んじゃおう、今日1日かけて青さ、あ、でももったいないか、あ、でもほんのちょっとなんです、あとほんのちょっとなので戻しちゃおう。で、ビニールを後でパパお願いします、開けてください何でもパパ。じゃあこれでネギを刻んで、
ネギを刻んで、お味噌汁も美味しい。これぬか床まだ今日はかき混ぜてないんですけど、朝古漬けに大根ときゅうりが入っているので塩抜きした油炒めして、ちょっとお醤油垂らして、珍しいもの私買ってきたので、どうしよう、あ、ちょっとネギに刻んじゃう、あ、気づいてました、ここにあった。やだもうパパ、あ、パパのせいじゃないよ、パパのせいじゃなくてね、私がもう何やっても大ボケ。今日も大ボケね。え、この大ボケの嫁どう思います？困ってる。たまに私も上回る大ボケをしますからね。え、ここのとこパパすごい家事やってくれるんだけど大丈夫？ネギ足んなかったか？大丈夫ですよ。ネギ足んなかった？いいや、大丈夫？ダメな時もありますけど、そういう時はここを数日飛ばしてるからさ。あ、そう、飛ばしてるから大丈夫かなと思って。 ありがたいけどね、できる時はで、やっぱりこれを使わない今日は。もう洗いかごの中は何もないし、これで私お豆腐これ作っちゃったらもう終わりという、タレはできてるしっていう。ココちゃん、ちょっとお口にポンしてみようかね、ココちゃんね。生肉をして、あれ今日はまた元気ですね。違う、多分もう帰ってきて、もしかしたらこの星々はご飯かもしれない、寝床じゃなくてご飯食べたいよっていう、ね、言ったいかもしれない。でも夜すごい食べて、お昼、昨日朝を寝てて、もう帰ってきては寝てたんだよね。そうそう、それで夜しっかり食べたので、でもね、お散歩行ってセロトニン作ってくれ、もう毎日人間はね太陽に浴びてセロトニン作らなきゃいけない、ちょっと回答しますね、セロトニン作らなきゃいけないから、で夜にはメラトニンになってね、それが睡眠のリズムになってくるので大切なんですね。あ、ご飯炊けた。ちょっとココちゃんさ、イブドック置いといてあげるから。ココちゃんビブドックカリカリのまんま、じゃあ置いとくね。ああ、タオルがボロボロになった。こういうふうに鼻でやってるとこ食べたいんですね。あ、ご飯炊けた。いやいやじゃないんですね、ココちゃんの。お散歩の後はね、ちょっとゆっくりしてくれるので、ココちゃんがお散歩の後ね元気なんですよ。あ、またもこういった。これ麻婆豆腐にこの青いのが入っても美味しそうな気がする。細かくすれば、あ、でもちょっとこれはお味噌汁だな。えい、お味噌汁。なんかこれだけでいいなんて、なんか忘れてないやろうか。インスタとかいろんなところを見て、
料理研究家の方とかね、お母様方の本当参考になってます。私、あ、こんな便利グッズがあるんだとかね。物が増えてもなんですが、最低限これがあるとなんかこう、まあ応援のね、お弁当作るにももうちょっといろんな種類を作ってあげられるかなとかね。なんかね、大変でしょーってね、あのなんか周りの人間がね言ってくれるんですけど、もうとにかく作りたいんですよね。うん、なのでおかずを取りに来てくれるお母さんたちもすごい恐縮してるんだけども、全然私やりたいので、そのチャンスをねくださって本当ありがたいなと思う。だけどね、まだまだねお子たちの、あの好みが分かっていないので、お好みの素材をねもう少し聞いて、これリブのクアリをそこにいっぱい食べて、いつもねちょっとささみスープで少しふやかすんですね。今ねカリカリを、でもたまにカリカリをねポリ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 はできないんですけれど、食べたくなるみたいでね、スープが混ざってないリブドッグを食べたがる時もあるので、本当にその時その時でね様子見ながらですね。あ、ネギこれしかなかったけど、でもないですか。お肉が 100g で、このタレはねもうちょっとあのレシピでもいろいろね番組によって量が違うんですよね。あの同じ金券さんのレシピでも、はい、それでは炒めてまいりましょう。あ、いつもお味噌汁入ってないところにお味噌汁入れるからパパに言わないとね、気がしたら大変。覚えてるかなパパ。いい、忘れたーとか聞いてないとか言うけど、言った何度もって言いながら人の話こうやって聞いてるんだなと思って。あ、この感触、この感触、青さの、もうこの戻した感じのこの青さ綺麗です。わかめみたいですけどね、ちょっとね一瞬ね、これがね美味しいんですよ。これがちょっと入れちゃおう。これね酢の物にしても美味しかった。まあ、このぐらいのどっぷりの青さちょっと飲みたい。これパパのドライヤーの音がショートに入っちゃうけど、うわぁ青さたっぷり。これは美味しいでしょう。ちょっと時間があるので、ぬか床を塩漬けを、塩漬けっぽくなっているぬか床を少し戻しておきましょう。味をあるよ、あるよ、あるよ、リブドク、リブドクちゃん、よいしょ。これちょっとどっちが動画先になるかわからないんですけど、あの
ちょっと器をね、あの結局冷蔵庫用で冷蔵庫に入れるためにあのこの器を選んだんですけど、それはそれで、まあ、いなくなる時にでここの下にねこうやって水分がたまるっていう画期的なものを見つけたんですが、あのもうちょっと大きいやつを今ちょっと取り寄せていて、もしかしたらそっちの方があの早めになるかな。みょうがが使ってる生姜、生姜ときゅうりとね大根が、うわーすっごい古漬けになってる。きゅうりと、もうねこのぬか床をかき混ぜるのが楽しみになりました。朝晩生姜ちょっと2日間漬けたので古漬けになってるので、これをちょっと塩出しして油で炒めてみたいなと思う。それをもう炊きたてのご飯にガッとかけて食べたい。よいしょ。この手入れはまた後で。あ、生味噌ちょっと食べる？うわー、すっごい古くてこれマジ、あのぬか床ね、塩足したんですよ。あ、誰かお味噌汁止めて、誰かお味噌汁止めてくれ。もうそのぐらいで止めて。よっしゃー、まだ今日もふとわきいな。すごい古漬け美味しそう美味しそう、このいい香り手についたぬかの匂いが、もう私の香水です。香水、クーミンの香水はぬか漬けの匂いローズでもラベンダーでもなく、一応ねアロマの、はい、あの資格も取りましたけれども、ちょっとこれつけさせていただきますね、ここにね。もう私が食べる分だったらこれでいいか。リーマンパパもねあのすぐ食べてくれるので、これちょっと大根、あ、すんごい古漬け。これうーん、おいしい。しょっぱいって言うかと思った皆さんしょっぱいしょっぱいんですけど、やっぱり常温は発酵する、常温だこれで。これから暖かくなるからこのぐらいの塩気はぬか床自体にないと、なので漬ける時間を短くしていく感じですね。ほんのちょっとで今塩抜き、あ、このタイミングで合わせられるか、なんとかのドライヤーが終わったタイミングでね、急にウィーンってウィーンってを刻んで、あとキュウリで終わりです。キュウリもパイか、パパ、ココちゃん行きたいってそっちに。あ、ココさん、うん、ココちゃんちょっとなでなでしてあげて、パパドア開いたよって。向こう開いてるかな、向こうから行くかな。すごい塩。それでは炒め物に入りましょう。これね、塩漬けをこっちに置いておいて、はい、
ありがとうね、パパ。ココちゃん、あるよ、リブドッグ。わー、おさきれい。ちょっと。パパ、沖縄のショーをさ、行った時に見に来てくれ、うん、見てくれたじゃない。みんな家族で行った時に、うん、あの時に、なんだっけ、あの、私が歌った曲でいい曲だねって言ったの。海の青さにだよね。あ、芭蕉布だ。うん、芭蕉布、芭蕉布。なんか涙流したって言ってなかった？私の歌で涙流すか。いや、なんかよく声が通っててね。うん、あの、よかったですね。よかったですか。このぐらい小さいのでちょうどいいかな、ね、そうですか。ニンニクオイルで、ニンニクを刻まない分、ニンニクオイルでちょっと。それでパパね、うん、あのお味噌汁を初めてお味噌汁の器に、うん、これに入れてみようと思うんだけど、気をつけて開けるとき、ね、うん、で、あとこれで結局こっちで全部済むようにしましたの、ね、で今日は麻婆豆腐だけです。あ、大丈夫です、ありがとうございます。うん、でオイルをちょっと入れて、このタレ自体にあのレシピにもあのオイルが大さじ3杯って書いてあったけど2杯にしときました、うん、ね、あんまり油っぽくなったのね、うん、でごま油を最後にちょっと入れてみる。どんどん風味風になっていきますが、よし、それでは炒めてまいりましょう。お肉もう本当にちょっとだけ、なんかパパの分だけなので、でも私もちょっと食べたいか。あ、ココちゃん、あ、寝た？あ、寝そうかな。うん、今生肉がでもまだ全部解凍されてはないと思うんだけど、お肉炒めます。あ、10言わなかった。10、11、12、13、今日は洗濯するぞ。お布団系を一気に行きますぜ。あ、火ついてなかった。失礼いたしました、火ついてなかった。乾くんじゃないですか、ね、うん、もう一気に洗う、うん、あ、あれ、まあいいや、陰干しするやつが、え、暇してる？暇してるってことはこれにお味噌汁入れちゃうか。気をつけて、これ、うん、本当にこれだけでいいのかな、なんか不安になってきた。あ、大丈夫じゃなくて、あの麻婆豆腐ってこれしか入ってなかったっけ。でもお父さんが、え、麻婆豆腐ってお父さん大好きなんだけど、お父さん、うん、え、ネギ入ってるのって、たくさん入れますよって言って、うん、じゃあこれにお豆腐いきます。
ついてた。止まんない。止まんない。どうにも止まらない。あ、ダルの跡がついてる。お豆腐がくっついていた。ほら、これやってもお豆腐崩れないもんね。すごいすごい。昔さ、日暮里に住んでた時があって、2年間ぐらいね。そこの夕焼け団団ってあるじゃない、有名な。あそこの近くだったけど、なんかね。パパすいません、タイミングでよろしいですか。日暮里の話ですね。はい、行きます。申し訳ございません。やっぱりタレ多かった。どうしようかなってないんだけど入れちゃった。日暮里どうした？いや、それで夕焼けだんだんがその商店街のとこに、多分アジア系の外人さんの方がやってた、あのお店ができたんですよ、当時。なるほど。でそこで麻婆豆腐と焼きそばとか売ってたんだけど、そこで売ってた麻婆豆腐が、透明なスープに入ってて、透明なスープとお豆腐と椎茸の切り、あ、塩味なのかな。で、全然トロッとしてなくてサラッとしてんだけど、めちゃめちゃうまくて、だけどあれ塩の麻婆豆腐だけど麻婆豆腐って言って売ってた気がする。そうなんだ。でも沖縄の、なんだっけ、私が料理作った時に、お父さん、あ、違う、ソーキ汁を作った時に、お父さんとお母さんがその結婚当初、お父さんの実家で食べたソーキ汁が塩味だったって言ってたね。だから味噌とかが手に入んなくって、もうもちろんお砂糖もね、戦争の中なくって、塩味で、でもまあ粗汁みたいな感じかね。でも豚と塩って合うもんね。ちょっとパパすいません。ホワジャンが。これちょっとしょっぱいと思うわ。でもこれあのとろみをこれで、これだけの片栗粉が必要ってことよね。片栗粉の具合もこうレシピを見ると勉強になるわね。よし、じゃあこれで。未だにね、謎なんですよ。まあ、塩が？でもめちゃめちゃうまくて。聞けばよかったのに、レシピ。いや、だって、ね。いい加減、聞けばよかったのにって、この言い方。生意気でしょ。ちょっとすいません、パパ。辛そう。辛そう。これが入るだろうと片手で。ほぐして。ほぐしてほぐして。
うわ美味しそうだけどちょっと辛そうだな。やっぱりね、あの、うん、片栗粉が多い気がするが、水がちょっと少ないんだろうな、うん、うわでも美味しそうだこれ。じゃあ盛りましょう。お弁当だからこのぐらい固まっててもいいかも。よし、こんな感じいかがでしょうか。じゃあ盛ります。話も盛ります。盛り盛りでいきます。その前に私は一つ味見を。暑そうだな。冷たいものもこの癖でフー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 するの。辛いですか？大丈夫ですかい。暑かった。うん、うん、ちょっと私のお醤油少し多かったかも。でもパパの好きな濃い味めちゃくちゃ美味しいと思うわ。だってあの中華を取った時に、うん、このぐらい入ってるよね一人前が。入ってるね多分。お豆腐のところいっぱい入れてあげて。これはうまいぞってことでできました。よいしょ。もう単品いいな。簡単でもう最近ほんと手抜きだね。十分でございますよ。逆にあの初期の頃ものすごかったです量がね、うん、でもあの時食べてたもんね、うん、でも最近やっぱり野菜から食べるようになってからね胃が落ち着いてくれて、うん、野菜も食べられるようになるもんだね。うん、あんまり食べなかった。うん、っていうか私は野菜でずっと小さい時からね、野菜野菜できたからね、うん、あのこう目の前に山盛りの 生野菜とかあると、うんうん、あの引いちゃう。ちょっと引最初引きましたけどでも、ね、ちょっとだけご飯を目にね、うん、全然食べられる。そうなんだよね、食べちゃうからさ。でもあの普通の量だと少ないんでね、なんか夕飯見てるとあれも買ってきてこれも買ってきてみたいな、天安門でもこれとこれみたいな、すごい食べてるとやっぱ多いもんね。その後に酒皮チップス食べたりあれ食べたりこれ食べたりとか言って、酒皮チップスだと質ゼロですから。あでもほら噛むとさ、うん、噛み噛み噛みすると脳があのほら食べてるっていう感覚で動いちゃって、うん、それで満腹感を感じるから、うん、なんだろう、そういう意味ではあの食べてる感覚が備わってるから小食にはならなさそうな個人の感想です。都合悪いと個人の感想ですになっちゃうけど。じゃあこれで出来上がり。初めてのパターンできました。パパ行きません。まだ行ってません。あと5分ぐらい。朝なんかおにぎりかなんか一口あった方がいい？いらない？朝うん、あ小さいの、小さいの1個食べる、うん、あちょっとお昼のができたから。で青汁ね、パパの作った青汁を入れますよ、うんね、おにぎりね。
小さいのでね、はい。昨日大きかったおにぎり。大丈夫です。大丈夫？着いたね。今日はでも暑くなりそうなんで、この撮影日の日が、なので梅干しにしとこうかね。私もあのインスタ見てて目から鱗なんだけど、昨日のり弁だったじゃない。でのり弁をこのお皿にお醤油をつけて、で鰹節もお醤油にちょっとまぶしてあって、こうやってやってたけど、今あの鰹節まぶしてお醤油かけて海苔やって、ちょっとあのそのまんまお醤油かけてみたいな。そうだよねって、それで同じことだよねって、いやもう本当にね、皆さんの参考になる、本当参考になるわ。好きなわさび梅干しを入れて、こうやったらいいですよっていうのをいろいろね教えていただけるからね。そう、もう本当私がねスマホをいじれるようになってよかったなと思って。でもさすがにまだね、電話はガラホ使ってますけど、ガラホでございますからちょっと進歩してるんですね。あの一応は LINE ができるガラホでございます、あの豆腐のねパックを使った、これ鰹節、わさびと鰹節、あのおにぎりってやってる方もね、あれもね良かったですね。これ1個多いから私が食べる。でもこれしょっぱくないんでね。ちょっと。戻してる。あーお腹空いてきた。お腹空いた。今朝ごはん食べたのかな。食べてないの今日。珍しい。もう朝起きたらすぐ食べるのに、最近はねほえっとしてる。あこんな小さい。1、2、3やったぜ。くーむ。はい、出来上がり。大体朝起きると気づくとキッチンで一人で食べてるんですけど、バラしたな、個人情報をバラしたな。今日は食べてらっしゃらない。個人情報保護法を適用するぞ。大丈夫か。はい、じゃあちょっとこれ入れて、じゃあできました。これはできました。これ麻婆丼の完成品はないけれど、ちょっと私も辛い麻婆丼を朝食にするか。またこれ食べちゃうんだよな。もう今日は食欲全開なので食べますよこれ。一人分。トゥルルルル、トゥルルルル。これご飯が見えないんですけど。今パパもう一回来ますので、こっち側に。あらぬか床が入るわ。あらあらららら、らあら、
しょぼい。なんかめちゃめちゃなんかしょぼい。これを手前にして、あ、これいいね、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 いいね。ご飯と一緒に。今パパ行きました。これめちゃうま。これはやばい。これショートめちゃしょぼく映ってますけど、めちゃめちゃ美味しいので、が開いたからね、あのベランダの空気と玄関の空気を鍵を開けてるみたいで、玄関開いてるから誰か来たのかな、誰か行ったのかな。パパお仕事行ったよ。このちょっとが夕飯に、パパの夕飯にいい感じなので。おお、今日は暑くなるっていうからこのぐらいの辛さいいわ。おばあちゃん聞いてるね。トーチジャンも聞いてるね。あのそういうなんかね、名前のやつってなんか、あ、それ難しそうって思ってたんですけど、今ほんとスーパーにほんとに出てますから、あの業務用とはね多分違うのかもしれないですが、フライパン洗っちゃいますね。本当にあの何でもありますよね、スーパーに。あの私教科書っていう、あの参考書って言って親に嘘ついて料理本買って、参考書には変わりないんですけど、勉強したいんだって、と親が、あの何百円するんだって言って、そのお小遣いもらって本買いに行って料理本だったっていうね、じゃんじゃんっていうのがあるんですけど、その時にもう書いてあること意味わかんなかったですもん。それでも小学校後半戦だったのかな、意味わかんなくて。でも近くのなんかこうなんだろう、商店街はないんだけど、近くの肉屋さんとあの
八百屋さんとあと何が入ってたからがちょっとあの商店がちょっと小さいお店がちょんちょんちょんって入ってるような感じの、まあ、ショップが近所にあったんですよ。ここにはもちろん売ってなくて知らなかったですよね。でも最近本当にこれ今食べちゃった パパですらね、あの豆豉醤買ってきてって言って あのお店の人に分かんなかったら聞いてね、こんな感じで私ね、この力研機好きなんですよ。こうやって売ってるのでチューブでね、ほんと使いたいだけ使えていい感じですよね。でね、ホワちゃんは前にもご紹介させていただいて、これですね、これを潰してあのビニールに入れてちょっとここら辺の角でトン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 ってやるだけで潰して入れたんですね。これ香りいいですよね。あとは豚のね煮物するときに八角入れたりね。これお父さん八角って使ったことなかったみたいで、あ、もうこれで終わりだ、八角になってない。もうすんごく今すんごく八角の香りがいい香りがして、あのなんだろう、横浜の中華街行ってあの食べたような香りが、もう本場の香りがする。これごまをやっても美味しいかも。でも本当にね、なんだろう、私思いつきであるからこれが正解っていう料理ができたことがないんですよ笑ってる場合じゃない。でこれ塩抜きできたのか、どれ、うん、オッケーオッケーオッケー、これでほぼね、これは私が食べるので素手できます。あら、パパのお椀だけでいいか。ちょっとお味噌汁青さ、あのパパお汁が好きなのに青さで埋まっていて、ほぼ青さを飲む感じになってちょっとお味噌汁青さ、おいしい。喉が鳴った、ゴロゴロって。私はにゃんこかいってゴロゴロゴロってなった今。うん、甘くなるわ。でもこれ甘口って書いてあったけど、お味噌あの本当にあの塩気が効いてるんですけど甘い感じがくる。へえ、すごいねこれ。でね、私ね珍しいもの買ったの、これもう小さい時何でも親が振りかけてくれてたんだけど、どうしてもね、私ね再現したかったんです。その親が作ってくれたこの古漬けの炒め物を再現したくて、はい、母親だから父親もね料理してたので、それをちょっとね再現してみたいと思います。このね古漬けをでね油で炒めることによってめっちゃめちゃ甘くなるんですよ。これご飯もいっぱいもういっぱいいける。今日は朝3杯だな。でも5杯ぐらいいけちゃいそうで、やばいやばいやばい、もうめっちゃお腹空いてきた。でこういうのをちょっと保存に置いとくと、もうこれだけでいい感じ。もう忙しい時にちょっとご飯出して冷凍でしたやつをチンして、冷凍も炊きたてをすぐねチンするんで、あの冷凍にするんですね。そうするとチンした時に炊きたてが食べられるので、うちはご飯の冷凍ストックは必ずしてるんですね。でもそれでもね、まだちょっと発酵具合があのぬか床ちゃん初心者でございまして、何十年もつけてた時のねぬか床はねめちゃくちゃ美味しかったですよ。まだ再開したばっかりですからね。
でまだ味も定まってないしね、塩加減も定まってないし、もう感覚がちょっとね鈍ってるので、よいしょ、はい、これでですね、本当にこれにお醤油をチラッと入れるだけなんですよ。油で炒めて塩抜きした分、あの味がぼえっとしてるので、もうこんなもんでいい。古漬けを油で炒めて、ミュージカルってなんかこうドラマを歌にするんですもんね。となるとそんな、すいません、私ごときがミュージカルなんて言ってすいません、本当にごめんなさい。だけど私なんか歌いながら言ってますよ、なんかね、油で炒めて。じゃあこれもちょっと一応取っとく。そんなに、あ、中蓋がここへ来て、あ、ないか、ない昔の味を再現するぞ。ぬか漬け油で炒めたら、懐かしい味になるのさ。おー、ぬか漬けの炒める音が、匂いが、香りが、思い出が蘇る。もうちょっとね、焦げるぐらいまで、このね、油が混ざることで甘みが増すんですよ。これパパちょっと連絡しとこうか、ほぼ青さだよってでもこれ汁を夜は足してもう一回飲むときは、私はこのまま青さをいただきますけど、ここ飛んで、天然スタンプールこんなもんかな。どれ、熱いぞ、うんうん、いい感じ。これにですね、真ん中をついてあげて、流せたらショートの方流しますね、すいません、アップがなくて、醤油いきます。できました。これね、冷めて美味しいので、もうちょっとごま振ってもいいかもしれない。でもちょっとごまなくて昔のまんま、母親が作ってくれたまんまいきますね。お久しぶりです。ね、何十年ぶり、味のこと何十年ぶり、もう一杯いっていけそうなので、ちょっと粉いきます。がっつりご飯食べたい今日は、まあ、食べるときは食べるぞ。
っつりいきます。これ色味がちょっとね、ほんとないんですけど、色味が。生姜も入ってるので絶対、昔はそんな生姜なんかね、あ、でも新生姜が、あの谷中生姜入れたかな、母親。よいしょ。これはこれは、わあ懐かしい香りがする。本当に見栄え悪い本当に見栄え悪い。もうね、もう本当にね、あのアップ見てもアップ見てもみなさん懐かしい味あります。みなさんの懐かしい味これですよ。白いご飯が買えて、あのぬか漬けつけて、あの近所の、ね、方からお野菜をもらったりとかして、まあ、貧乏ながらこういうものをね作ってくれて、母親がご飯で、これにね、あの母親がもっと細かく切ってね、子供だから海苔巻いてね食べさせてくれたりね。いきます。思い出の味、思い出の、ああ埼玉川口出身、埼玉。今よいしょ、いただきます。これだ、小さい時に食べた。手拭きで顔拭いたなってこれは何でも OK で、一回料理し終わったらもう新しいのに変えますし、あの手はここで拭いてて、ここで顔拭いてますから、私必ずね、いつもここで、あの使った時はここも真ん中も使ってからそんなことどうでもいいな。うーん、思い出す、うーん、あの頃はですね。はい、ということで、皆さんの懐かしい味は何ですか？美味しいものを食べて今日も元気に参りましょう。いつもクーミンチャンネルご覧いただきましてありがとうございます。これからしっかりちょっとお茶を入れてね、味わいながらご飯、今2杯入りますけど3杯いきたいと思います。ありがとうございました。ではね、美味しい